今思い出すとすごく懐かしい。そうだね、こうして思い出話をするのって楽しいよね。はい、あの頃に戻ったような気持ちになります。そうですね、話していくうちに忘れていた思い出を思い出したりできますし。うん、あんなこともあったとか、こんなこともあったとか。確かに今話していて思い出したことも多い。結構忘れているものだな。そうだね、大きな出来事は覚えているんだけど、小さな出来事は忘れちゃってたりするね。本当にいろんなことがありましたね、犬飼先輩。それ以上は何も言うな。あの時はだな、俺もまだ青かったってことだよ。本当にもう犬飼いには手を焼かされたよな、コグマ。そうですね、すごく手を焼かされましたよ。コグマまで好き勝手言いやがって。生意気なコグマにはこうしてやる。グリグリって痛いです、やめてください。やれやれ、いるかい、やっちまえ。お前らやかましい、おとなしくできんのか。すいません。でもこうやって昔の話ができるって楽しいな。そうだね、一緒に過ごした時間があるからこうして思い出話ができる、素敵なことだね。そうですね。金久保先輩のグラス空いてますね、何か頼みますか。そうだね、僕はカクテルをもらおうかな、ジントニックを。はい、みんなは何か頼む。ほら、生ジョッキーもう一杯。こうなったら今日はとことん飲んでやる。付き合うぜイルガイ、俺も生ジョッキー。飲みすぎには気をつけてくださいよ、犬飼先輩、白鳥先輩。僕はレモンサワーで。はい、それじゃあ注文しちゃうね。あ、すみません、注文お願いします。生ジョッキとレモンサワー、それから宮治君とあずさ君は何にする。俺はカルーアミルク。お酒まで甘いものを飲むんですが、宮治先輩本当に好きですよね。うん、何か言ったか気のせい。怖い顔で睨まないでください、宮地先輩。ああ、先輩、僕はマルガリータで。あとついでに、クリームあんみつ。え？宮地くん、もうデザートなの？少しだけです。それから、シフォンケーキとチョコレートパフェ。それと、クレームブリュレをお願いします。全然少しじゃないじゃないですか。頼みすぎですよ、宮地先輩。いや、これでも少なめに頼んだつもりなんだが。まったく、お前ってやつは宮地の甘いもの好きは健在だな。でもそれが宮地らしいやですね。これでこそ宮地先輩です。ん？なぜ笑われるんだ。それじゃあ、まあおかわりも来たってことで乾杯。宮地だけうまそうなもの食いやがって。あんみつちょっともらうぜ。あ、おい、じゃあ俺はパフェ。あ、白鳥まで。相変わらずだな。ええ、宮地先輩の甘いもの好きはもちろん、犬飼先輩と白鳥先輩のノリもきっと一生このままだと思いますよ。そうですね、それはそれで問題のような気がしますけど。お、このシフォンケーキもうまそうじゃん。犬飼くん、白鳥くん、宮地くんの劣っちゃダメだよ。そうですよ白鳥先輩、宮地先輩に怒られますよ。いや、別に独り占めする気はなかったんだが。
いきなり犬飼いと白鳥に取られるのが許せないだけだ。お前、どれでも好きなのを持っていけ。え、いいの？ありがとう。じゃあどれにしようかな。まったく、宮地先輩は先輩にだけは甘いんですから。僕たちにとって彼女は特別だからね。ねえ宮地くん、僕ももらっていいかな？どうぞ、これがおすすめです。少ない、もう一度注文するか。また頼むんですか？ほんと好きですよね宮地先輩、尊敬します。気のせい、俺の独り言を聞くんじゃない。そんな無茶苦茶な。ああ、それよりさっきの続きといこうぜ。そうだね、まだ話していないこといっぱいあるもんね。だろう、俺の話で止められてちゃかなわないからな。さっきから居心地がすっげえ悪いんだけど。犬飼いでも居心地が悪いなんて思うことあるんだな、意外だぜ。俺は白鳥と違って繊細なんだよ。なによ、俺も繊細だぞ。こんなピュアハートを持った男他にいない。白鳥先輩、意味が違ってますよそれ。え、そうなのか。白鳥だせうるさい。続きを話すぞ、続きを。それもそうですね、まだ合宿前半までの話しかしてなかったですし、続き話しましょう。そうだね。後半もいろいろあったもんな。あと肝心のインターハイの話してないじゃん。あ、そうだった。よし、今日も練習頑張ろう。おー、頑張る。おー、僕もやるよ。あれ、どうした？ちょっとうまく弾けなくて。おかしいな、昨日まではこんなことなかったんだけど。ありゃりゃ、そっか。けどそんな時は練習あるのみじゃん。そうだな、俺らも付き合うから頑張ろうぜ。二人ともありがとう。うん、もっと練習頑張ってみる。随分と調子が悪そうだな宮地くん。やっぱり分かったよね、少し残って練習していくよ。そうか、なら俺も練習に付き合おう。どうせ犬飼いと白鳥もそのつもりなんだろ。え、バレてたのか。まあ気づかない方がおかしいわな。犬飼くん、白鳥くん、俺らは最後だからな。最後に本気になるのも悪くないな。ああ、やれるだけはやっておくんだ。決して悔いのないようにな。みんな、ありがとう。少し疲れたから休憩するね。あ、グッドタイミングじゃん。え？じゃーん！合宿先のおばちゃんからアイスもらってきたぜ。わ、嬉しい。
ちょうど冷たいものが食べたかったところなんだよね。じゃあ少しみんなで休憩にしよう。気分転換に星でも見るか。そうだな、もう暗いし星も見えるんじゃね。あ、犬飼君の言う通りだね。ああ、空がよく澄んでるな。お前はアイスどれがいい？最初に選ばせてやるよ。ありがとう。じゃあイチゴにする。じゃあ俺はチョコ。俺はお前と一緒のイチゴにしようと。部長は？俺はバニラにする。いただきます。うん、美味しいね。あー、うまい。よし、私頑張る。なんか僕たちの入っていく隙はなさそうですね。別にいいんじゃない。僕たちのアイスがないのはちょっと悔しいけど。小熊くんと木の瀬くん寂しいんじゃない。そうですね、少しだけ。僕たちは夕食の支度でもしませんか。どうせ1年だけに任せておくといつ食べられるか分かりませんからね。そうだね、じゃあ行こうか。お疲れ様でした。よし、練習も終わったし後片付けだ。さっさと終わらせよう。あ、今日はどうするんだ。うん、今日も残って練習していくつもりだよ。じゃあ俺らも付き合うわな、白鳥。おう、もちろん。一人で黙々とやるより一緒にやった方がいいかもしれないしな。ありがとう、すごく嬉しい。そういうことなら俺も残る。俺で指摘できることならアドバイスもできるだろう。宮地君、みんなありがとう。礼なんか言うなよ、俺ら仲間だろ。白鳥君、仲間は助け合うもんだ。だからそばに。弓道は助けることができないからな。うん、ありがとう。みんなが隣にいてくれるだけで心強いよ。そうと決まれば練習あるのみだな。よっしゃー、やるぞー。うん、今日も3年生たちは頑張ってるみたいだね。なんだか僕も練習したくてうずうずしてきました。じゃあ混ざればいいんじゃない。僕たちも行きますか、金久保先輩。そうだね、行こうか。ん、あ、金久保先輩たちどうしたんですか。お疲れ様です先輩。僕たちも練習に入れてくれませんか。皆さんが頑張っているのを見てるとなんだかじっとしていられなくなってしまったんです。みんな、じゃあみんなで練習するか。もちろんいいよな、宮地。ああ、もちろんだ。金久保先輩もよければアドバイスをお願いします。金久保先輩、よろしくお願いします。うん、いいよ。ねえ、もう少し溜めてから矢を放すことってできるかな。今のタイミングだと少し早いような気がするんだ。はい、やってみます。あれ、日立たちどうしたんだ。ああ、
見つかっちゃった。だから言っただろう。ごめんごめん。すいません先輩方。え、みんなも。お前たちどうかしたのか。いや、そのん、言ってみてよ。僕たちも一緒に練習してもいいですか。うん、もちろん。一緒に頑張ろう。はい。やったね、練習だ。よろしくお願いします。お、頑張ろうぜ。はい、頑張ります。